今日はサビキ釣りで小イワシを狙ってみようと思います。これが網エビ、100円分ぐらいかな。この網エビにこの米ぬかを混ぜて倍ぐらいにしようと思います。この米ぬかに同じ量ぐらいの網エビを入れて、こうすれば量も倍ぐらいになるし、汁も無駄にならないというか、ちょっと米ぬかが多かったか、水足そうか。網エビの汁を吸った米ぬかがこう煙みたいになって魚もテンションが上がると思うんだけど、いい感じ。仕掛けはこの網エビのカゴにサビキ針の4号、安いやつ、それだけ。てかここにイノシシの骨みたいのが捨ててあるな。よし、カモメもいるし、この辺でやってみようか。このカゴの中に巻き餌を詰めて、そこに落とすだけ。あ、なんか釣れた。釣れた釣れた釣れた、3匹。嬉しいな、久しぶりに釣ったな。あ、すごい綺麗な。あれ、仕掛け入れてる間に、あ、表層にいるわ。真下に集まってきた。かなり大きい。このキンキンの海水に、あ、もう釣れてる。これもう沈めなくてもそこで釣れてるわ、目の前で。水深1メートルで釣れてる。ほらほら、釣れた。やばい、これ無限に釣れる。あれ、意外と難しいな。すごい数。小イワシ釣り楽しいよ、これ。もう十何匹釣ったよ。ほらほら、すごい、すごいすごい。
竿置きが欲しいな。すごい綺麗、大きいよねこれ、小イワシにしては。カタクチイワシ、来た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 。あ、すごいすごい。すごい群れ。これたるませると竿先とかに引っかかるから。いつも張ってないといけない。すごい群れ。ゆっくり巻いたら食ってくるのかも。結構、あ、入れ食い入れ食い。すごいね、目の前。ほらほら、結構大きいよこれ。あれ、群れがどっか行った。急に祭りが終わった。どこ行った。あ、スナメリだ。またもしかしてこのせいか。あ、すぐそこ。戻ろうか。十分釣れたし。全部でこれぐらい。うん、十分だ。一匹一匹もかなり大きいと思うけど、うん、痛いぐらい冷たい。すごい色が綺麗。まだプリプリ張りがあるような触り心地。帰ってお刺身にしよう。